はい、どうも皆様、はじめまして、オカルトエッサと言います。今回ねさせていただくお話は、僕の実の娘の話をしてみたいと思うんですけれども、うちの娘はですね、今年26歳になるんですけれども、もう結婚もして、子供も2人産んで、嫁ぎ先へ嫁いでおります。で、お嫁さんやってるんですけどね。で、そんな娘なんですけども、まあ仲がいいので、まあね、まあしょっちゅう連絡のやり取りはしてるんですけども、まあほんとつい数日前に娘から一本の電話が入りまして、ちょっと変わった体験をしたということでね、聞いたんで、その話を今回してみたいと思います。で、うちの娘なんですけども、中学生時代からの、同級生で、まあ仮にミオとしておきます。まあこのミオということを仲が良くて、もう中学校時代からのずっと仲良しでね、まあ親友でもあり、もう同時期に結婚もしてるんで、まあ子供も同時期に生まれてるんで、まあ、親友でもあり、まあママ友でもありみたいな、まあそんな関係で仲良くやってはいたみたいなんですけれども、まあこの連休を使ってね、土日を使って、ミオの家に泊まりに行くということになっていたんですね。で、まあミオの家の家庭というのは、まあミオはもう残念ながら離婚しちゃっててね、バツイチ子持ちって感じになっちゃってて、でお母さんもいらっしゃって、まあミオとミオのここさんとミオのお母さんと、まあ三人でね、一軒家に暮らしているという状況でだったみたいです。で、うちの娘はね、子供二人を連れて週末に泊まりに行きました。で、泊まりに行って、まあ、結構早い時間帯から行ったんで、まあ、買い物行ったり、ショッピングモール行ったりしてね、楽しい時間を過ごして、あっという間に夜になったと。で、もう子供たちもお風呂に入れて、もう寝かしつけて、まあ、そこそこいい時間になってきたんで、まあ、お母さんもそろそろもう寝るよっていうことで、お母さんももう床に疲れたと。で、まあ、最後、うちの娘と、まあ、ミオの二人の時間だけができたと。まあそんな中でね、たわいもない会話をしていたそうです。本当にもう昔を懐かしんだり、本当にたわいもない話をしていた。その時なんですけども、なんか変な音が聞こえてくるんだそうですね。ウィーン。ガチャ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 。ウィーン。ガチャ。ガチャ。ガチャ。ウィーン。みたいなね。なんか機械音みたいなものがしてくる。モーター音みたいな感じ。と思って、ふっとこう音のする方に目をやってみたら、まあそこがね、子供用のおもちゃを置いてあるスペースだったんだそうです。まあ結構な数のおもちゃが置いてあって、その中のおもちゃの中に紛れた一つのおもちゃ、これが勝手に動いてるんだそうなんです。ウィーン、ウィーンみたいなロボット型みたいなね、おもちゃだったそうなんですけど、勝手に動いてると。と思って、でもそのおもちゃって電池式なんで、スイッチを入れないと動かないおもちゃなんですよね。なのでもしかして結構ごちゃごちゃに置いてあったんで、もしかして勝手にスイッチが入っちゃってね、勝手に動いちゃったんじゃないかなと思って、そーっとそこに顔近づけてみたと。で、確認してみたらスイッチはなんとオフになっているって言うんですよ。のオフの状態でそれ顔近づけてもウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーンって動いてる。何これ？でうちの娘もなったと。その時にパッとミオの顔を見たら、ミオはなんかね、神妙な顔してるみたいなんですね。どうしたろうよということになって、いやー実はさーって、今だけじゃないんだよねって、しかもさーって、今動いてるやつだけじゃないんだよ、そこにいっぱいおもちゃあるじゃん、このおもちゃ動くやつは勝手にどれでも彼でもね動いちゃうと。で、夜だけじゃないよって、昼でも何でも動いちゃうんだよね、好きな時にみたいな感じで言われて、嘘マジでって、うちの娘もなったと。まあそれと同時ぐらいだったって言ってましたけども、まあ娘はね、もともと霊感があって、で子供の頃とか、まあ一番高校生の頃かな、あのぐらいが一番ひどいことをね、いろいろ言ってたんですよ。ひどいことっていうよりも、もうなんか見ちゃったとかね、もう全然知らない人を見て、あの人もうすぐ死んじゃうよとか、なんかそんなのを平気で言う子でしたね。で、まあどっちかというと見ちゃう系の子なんですよ、うちの子って。だけど普通だったらね、何かそこに霊がいるとかであれば、何かの気配を感じるとかになるはずなんですけども、まあその時ばかりは気配を感じるんではなくて、なんか思いみたいなものを
が入ってくるっていうんですね。なんかこう寂しいなぁ、なんか悲しいなぁ、なんか切ないなぁみたいな思いが娘の中に入ってくる。なんだろうこの感覚って思ってた時に、ミオが実はさぁって言ってなかったことがあるんだよねって言うんですよね。え、何どうしたのって言ったら、いやこれ実はさぁって親にも言えてないんだけどって、何をって言ったら、ミオがいやさぁちょっと前なんだけど子供下ろしてんだよねって一言ボソって言ったそうです。はぁ、うちの娘からすればそんな話聞いてねえしと。まあ結構中学校からね仲いいですから、だから結構助け合ってね相談も乗ったりして来た仲なんで、そんな大事なことなんで言わないんだよってちょっとムカつきもしたっては言ってましたけどもね。でお母さんにすら言えないようなことでなんでそんなに悩んだんって言ったら、実はその子供ができたお父さんが誰だかわからないって言うんですよ。はってことになって、でも娘にはピンときたと。実はこのミオっていう子、まあ中学生の頃から、まあ家庭環境がちょっと不安定でですね、まあ後にご両親も離婚してしまうんですけれども、まあそれも含めてでしょうけども、まあ心の病というか精神的ストレスとかね、そういうのから来る、まあいわゆるセックス依存症というやつになっていたんですね。なのでもう誰とでもそういう行為に及んでしまって、まあ、関係を持ってしまうと。まあ、そんなことを繰り返していたんだそうです。まあ、ただ、うちの娘もね、まあ、友達なので、まあ、見て見ぬふりじゃないですけど、やめろよとも言ったことあるって言ってましたけど、まあ、そんなこと言ってたんだそうですね。で、それを、まあ、結婚したと同時に、まあ、やめるだろうと思ってても、やめなくて、結局それが原因で、離婚してしまったと。で離婚してからもさらに同じことを繰り返す、もういい加減呆れてた部分はあったと言ってました。でついにやっぱりねこうやって妊娠してしまって、その相手が誰だかもわからない。それは当然誰にも言えませんよね。うちの娘にも言えないし、当然ながらお母さんにも言えない。まあ一人悩み苦しんで中絶したんだと思います。でまあその時にもう全てがね娘の中でリンクされてもう一致したと。もうこの動いてるこの機械の子はね、その中絶されたこの、まあ、魂というか気持ちが、まあ、思いとなってこのおもちゃを動かしてるんだなっていうね風になったと一発で分かったって言ってました。でさすがにねもう生まれてこれなかったその男の子か女の子かね、わからないですけども、生まれてこれなかったこのことを思うとかわいそうで仕方なくなっちゃった娘はね、さすがにもう怒りの気持ちが込み上げてきて、てめえいい加減にしろと。いつまでこんなことやってんだよ。お前この後子供産めない体になっちゃったらどうすんだよって言っちゃったって言ってましたね。したらミオはね、もう泣き崩れて、少しこううなだれて、もううつむいたみたいな感じになっちゃったみたいなんですけど、まあせっかくね泊まりに来たのでもあるし、まあかわいそうだとも思っちゃったんで、とりあえず少しなだめてまあ寝ようぜっていうことになったみたいなんですけども、で隣の部屋が寝る部屋だったみたいなんですけどね、まあ娘が寝つく間までもずーっとその機械音っていうのは鳴りっぱなしだったそうなんですよ。もうなんかこう切なくてね、怖いというよりも切なくてもうなんかこう悲しくて、もうしょうがなかったって言ってましたね。まあそんな思いをして帰ってきたと言っていました。まあね、世の中には、若気の至りなんて言葉もありますけどね。だけど若気の至りでは済まないようなこともね、まああるんじゃないかと。で、まあこれをね、心霊現象として訴えてくるっていうね、まあそういうこともあるんじゃないかなっていうね、いうようなお話を今回してみました。ご視聴ありがとうございました。